帰りなさい。今度はどんなところに行けるようになったの？一面水だらけの惑星か。波打ってるってことは海の惑星かな。アークスシップの中にも人工の海洋ならあるけど、自然の海ってどんな感じなんだろう。海ってなんだか素敵だよね。あの波のさざめきを聞いてるとすごく心が落ち着くの。波の音も映像もデータでしか見たことないはずなんだけど、これって懐かしさなのかな。海は生命の起源とまで言われるし、もしかしたらそういう縁で懐かしく感じてるのかも。世界が平和になったら一度その自然の海で泳いでみたいな、なんて。あ、ごめんなさい、遊びに行ってるわけじゃないもんね。でもそういうものを真っ先に見られるのはアークスの特権だよね。ちょっと羨ましいな。私もあなたと一緒に行けたらって時々思うから。